こんばんは。こんばんは。ちょっと遅くなった、ごめん、許して。髪をね、クロクロしとった、青色になっちゃったわ。見えんのに巻く人、こうやってしたら。途中大丈夫よ、ありがとう。あれよ、これ持ってきたよ。ワンワンうさりにしか見えんけど、ワンワンついてた、これが。どっちやろうか、こっちかな、こっちか、あ、こっちやな。これにはツインテールが合うかなと思って。そうそう、プードル、しかも服もピンクだから。装着、かわいい。明るく。耳生えてきた、そう、さっき生えてきちゃった、ちょっと。こんばんは。それな、耳ふんまや、4つあるわ。耳4つある。いつも、もう。え、嘘、大阪のギャル完売しとったん？今日から見れるん？やばいやばい、もうがチェックできてない。8時間目？あ、大阪か、大阪か。6月の。再販が始まったのか。お、3時間目と時間目かも。おお、ありがとう。リピーチ。すごい、2時間もありがとう。まだ福山は、福山はあれ、応募できる？ みんなに聞いちゃいかんのにね。福山はまだ応募できるのか。今回が最後か。なんかね、8時間目
本当はなんかその落選のお知らせは来とったみたいなんだけど、多分あれかな、収穫の関係なのかな。だから多分8時間目はきっとあとちょっとなので、よかったらお待ちしてますし、それ以外もぜひぜひ会いましょう。そう、多分あとちょっとだと思うんですけど、福山も2時間完売したいなって思ってるので、よかったら会いに来てください。会いに来てわ。こんばんは。ももぷちゃん、ももぷちゃん。これつけると恥ずかしいんだよね、この間から。慣れても慣れてないよ。慣れてないよ。こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。今日はですね、トイプさんのおもぷだよ。こんばん、こんばんは。今日は配信で作りたいと思って買ってきましたものがありまして、そんなすぐできるやつなんですけど、じゃーん。そう、ちょっと気になったから配信でやろうと思って買ってきちゃった。え、わかんない、これなんか多分あれよ、飼育菓子。そう、これは食べれるお菓子、まあお菓子、お菓子、そう、初見です、お菓子、お菓子。そう、ちょっと気になったけ配信でやろうと思って買ってきました。でも何も知らん作り方、これやったことないから。これ普通にスーパーに売ってますよ。そう、前見るか、うん、ももプードル。やってみよう、やってみよう。そう、説明書があるらしい、この裏にさ。これちょっと T シャツを2枚2枚着ちゃってるから、ちょっと T シャツが見えちゃう、ごめんね。香り、でもどういうやつなの、新しい香りを作ろうってどういうことやと思う、他も分かんない。シナモン、そう、シナモンっぽいって言われたウサギかみたいな。マイメロ、確かにマイメロもそうや、マイメロにしようや。開けます、水と、え、多分これぐらいで足りると思うけどな、開け口。
ぜて作るの？混ぜてなんか水とか使ってやるやつ。なんかカラフルで綺麗だったから。これぐらいの水、まあ、こんなにもいりません多分。あとハサミがいるかもしれない。ハサミ。これもつけとこうかな。ねるねるねるね。あーよりはね時間かかりそうな感じの気がするけど、多分会社が同じよ。ここにねるねちゃんがいるからね。あったほうがいい？暑い。あったほうがぽいか。暑いのは我慢しよう。首は痒くないよ、熱いだけ。これがモフモフしとるから熱いんよ。そう、では当てます。消した。よし、ほんと？よかった。リップをちょっとここに置こう。あった方が可愛い。よかった、それ持ってきて。おお、やばい、めっちゃ入っとる。なんかこれ何分ぐらいかかるんだろう。すぐできるよね多分。めっちゃある。あ、作り方を読みながらみたいな。この裏に書いてるから。これは初見っす。ねるねるねるねとかさ、ほぼ説明書読まんでもすぐできるけど、もうめちゃめちゃある工程が。頑張ります。そうね、チーク菓子って結構小学生ぐらいの子が作ってるから、きっともう私ならいけるはず。実験ノート、食べ物の香りについて実験するよらしい。ああ、これが説明書なのかな。どっちが説明書なの？こっちもいいの？なんかいろいろ。え？どっちが説明書なんだこれは。あ、これが説明書か。だいたいさ、これがこっちに説明書がさついてるじゃん。こっちやわ。こっちこっち。トレー、スポイト？スポイトやん。え、すごい。触覚がないと子供かも。あるよ、触覚。いきなりつまずいてないですよ。そんなそんなねえ。ちょっと難しそうだなと思う。ハイレベル。でもこれ私小学生の頃見てもなんかハテナになりそうなの。あ、ピーチもあるよ。なんかちょっとやるわ。よいす。色鉛筆がいるの？なんで？色鉛筆はなんでいるの？あ、これに書くため？あ、このペンでいいか。ペン。お名前を書かなきゃいけないらしいので、お名前を書いていきます。はい、伊勢桃か。ちょっとちっちゃい子っぽくひらがなで書きました。伊勢桃っぽ、確かに。はい、内側のところの線まで。ん？どれの？あ、これ切らなきゃいけないじゃん。まず切らなきゃいけないらしい。
すごい大変だ。ではハサミを持ってきたので切りますね。まず1個目で、ここも切らんといけないし、してる。そう、普通に切ったよ、普通に切ったよ、できました。ということで ABCD、 これのここのなんか境目があるこのところまでに水を全部入れるって言われた、この説明書さんに。そう、なんか多分実験みたいなやつなんかな、ほんと。そう、いきます。ちょっと持ちながらむずいかな、やってみよう。もしかしたら後で調整してもみんなに見えるようにさ、いきます。あー、なんかまあいいや、後でスポイトで調整します。ちょっとすりちゃってる部分とかは難しい、なんかぴったりに入れるのがさ難しい。ちょっと調整しますね。これがね入れすぎたのでこっちに移動します。ちょっと入れすぎちゃった。小学1年生だったらちょっと難しいんかな、どうなんだろう。そっかな、地味にしっかり合わせるのは難しいんだけど線に。あ、実験者みたい。対象年齢何歳なんだろう、ちょっと後で見てみるね。いいぐらいかな。3歳でできる？これ。ねるねるねるね。でも3歳はちょっと難しくない？どうなんじゃろう。6歳ぐらいなのかな。対象年齢どこに書いてるのかな。嘘、寄り目になってた今。私寄り目できないのに。自然にできてた。小さなお子様では作り方が難しいので保護者の方が手伝ってあげてくださいって書いてるから、わかんない。まあその3歳とか4歳とか5歳ぐらいだったらママがいる、ママが必要なのよ。ママーらしい。うん、どっちかっていうともう保護者になれる年齢に近いから。あ、みんなが保護者だよ。そうだね。私の保護者みんな。みんながいるから。用意するもの、透明なカップ。あ、別にいいか。別になくてもいい。あった方がいいのかな、これ。透明。まあ、その時考えようか。保護者だ。では。
全部 ABCD って粉を全部この4つに入れていきます。ABCD。 え、これめっちゃ桃の匂いする。これめっちゃ桃の匂い。爆発しないよ。さあ、めっちゃ桃。見える色、見える、みんなに見えるように頑張ってるけど、と見えるね。ほ、これで A は入れました。ピンクです。ここは混ぜるんよね。見える？あ、ほんまや、見えるね。で、これでもさ、混ぜたらさ、ピンクつくよね。なんか、まあ、いいんかな。ちょっとぐらい。もうめっちゃ桃の匂いがするんよ、今。めっちゃ桃の匂いがするの。だから、香りって書いてたんじゃない？めっちゃ。もう次はレモンだ。次レモン。ぬるぬるぬるじゃないよ、これは。なんかね、なんかいろいろパワーアップしたチーク菓子見つけたんよ。で、配信でやろうと思って買ってきた。はい、次は多分これやな。緑ないね、信号にならん。あなたにあげたいレモンジュース。てってれれってれてれてれ。シロップに、確かに。ルテテテルテ。また踊りたいな、レモンジュース。あ、レモンジュース、メロンジュース。 SD バージョン、そう、 SD バージョン。みかんじゃない、これはパイナポー。ぶちまきそうだから、それな、確かにそれは本当にね、ありえるから、ちょっと気をつけます。私はそういうのぶちまけるタイプなんですよ。最後は何やろ、これあなたにパイン。チャンチャラチャンチャンチャン。だから、これはみずの入ったコップいるのかな。なんかでも最後にコップがいるらしくて、なんかまあなくてもいけるっちゃいけるけど、あった方がいいみたいな感じで、そう、ちょっとそれはね今考え中です。食い返って終わり、やだよ。あ、って見えなかったね、ごめんね。青です。これはなんかね、あんまりわかんないけど、これブドウらしい。これブドウよね、これ。うん、これブドウらしい。いや、青いブドウだよね。でもね、香り当てクイズって言ってね、なんかレモンとピーチとブドウとパインなんだけど、そう、これがブドウしかないよね。
よくできた犬が犬だよ。正直そう、でもあとはもう絶対そうだからさ、色的に。じゃーん、4色になりました。そう、線で結ぶ感じになってるね。実験ノート書くか。よいしょ。ね、綺麗だね。色関係ない。いや他はね色関係あるんだけど、青だけわかんない。よし、線を結ぶぞ。 A はピーチさん。よし、ワンちゃんが実験してくる。味わる。結びました。これでここまで終わったっけ。そんなもうかからんと思う気がする。多分ね、多分よ。あ、正解あった。やっぱこれ青はブドウです。組み合わせを合わせて楽しい新しい香りを作ってみよう。ほう、なんかピンクとピーチとパインを混ぜたらなぜかマンゴーの香りになるらしい。なんでや。なんでや。3分40秒で終わってた。すごいな。私めっちゃゆっくりかかっ作ってるけど。じゃあやるわ。ちょっと待って、ピーチとマンゴーの香りわからん。ピーチとマンゴー、これだよね。マンゴーをマンゴーじゃない、パイナップルを混ぜたら間違えた。なぜかマンゴーになるらしい。なんか折れとる、ここ直します。ちょっとあ、でもマンゴー、あ、マンゴーかも。え、成功な気がする。味は分かんないけどどうなってるのか。なるんかいって。ほんとよね。じゃあ次はなんかブドウとレモンを混ぜたらどれになるんかっていうクイズみたいな。色はグレープ、確かに色もね、でもマンゴーっぽかいのもある。ブドウとレモン、すごいな。ブドウとブドウとレモン、何になるんやこれで。緑、あ、分からんなってきた。分からんなってきたけど、バナナとミントとマスカットやったらマスカットじゃないかな。あ、マスカットかな。三択なんよ。マスカットかな、多分当たりかな。マンゴーのそう香りとね混ざってる、めっちゃ。答えはマスカットと書いております。ミントはさすがにないやろ。ブドウとさあれ混ぜてミントになったら逆にすごいよ。そう、確かにエメグリ、てかエメグリっぽい色作ってみよう。じゃあもうちょっとさ明るい、あ、これがいい。これとじゃあピンクの何か、ペンライトっぽい。
これをさこうしたらもうモーカのペンライト。で、あとは自由に作ってみてだって。何がいいかな。何色と何、紫作りたい。OK。これと遊びです。遊んでないよ。こういうやつだもん。お、紫だ。これがブドウっぽいよね。なんかこれで混ぜるものじゃないな。紫。わかんない。もう何が何やら。何色と何色でどうなるっけ。黄色と、え、あと何、いっぱい混ぜても適当に混ぜてみよう。全部甘い。うん、そう、全部甘いかも。なんかいろいろ混ぜたらどうなるのかな。いろいろ混ぜると、え、なんか黄色が勝ってるぞ。オレンジになった。黄色目が多かったからかな。どんな味、どんな味なんだろうねこれ。あと何色が作れる。オレンジあるじゃん。名前をつけ、名前か。一口ずつ。確かにね。あと何色作れるって。青とオレンジって何になる。濃い緑みたいになるかな。濃い緑になった。濃い、なんか、あ、ちょっと落ちちゃった。吹きまいよ。そう、濃い緑。実験感で撮る、確かに。あと一個なんか作っていきます。ほ。濃いオレンジ作ろうじゃん。ちょ、全部作っちゃった。いろいろ赤っぽくなったかな。ちょっとオレンジ、オレンジか。こんばんは。言えてる。できました。でもここまだできてないんだけどね。これに、水入れて、なんかドロップの素だって。最終的になんかゼリーみたいなジュースになるんよねこれ多分。ここにどこの線だ。
こうか。これに。チーク菓子やるとさ、いっぱいさ、このこれが終わった後のゴミが出るから大変。こんばんこんばんは。入れます。なんかそうだ、これはソーダの匂いがするよ。うん、本当になんかあのソーダの炭酸の匂いがする。楽しそうなやつはよく見つけてるなと思う。そう、なんかたなんかあったんよね。めっちゃ楽しそうだなみたいな。混ぜた。なあ、ほぼ透明になった。また混ぜたら、たらこれ固まるんだって。この中入れたら。ゼリーみたいになるらしい。ドロップになる。いきます。こっちの方が見やすいかな。なんかこんなこういうチーク菓子前も私昔やったことあるよ。なんだっけ、なんかやったことあるよ。お、たまってる。すごい。なんか丸くなっとる。つぶつぶイクラみたいな。そう、イクラみたいな。いろいろな色でやっていきます。見て、ペンライトカラーみたいになった。あんま見えんかもしれん。いっぱいやっていくよ。あれみたい、なんかあの細胞、植物の細胞みたいな。ちょっと分かってくれた？みんな今の例え。ちょっと分からんかった？なんか一個めっちゃでっかいのできちゃった。空気が入っちゃった。可愛い例え、可愛い例えか。なんやろうな。カラフルになってきたよ、めっちゃ。
ピースみたい。ちょっと分かった、ちょっと分かってしまったよそれ。カエルの卵は可愛くないでしょ。例えなんかでもカラフルで可愛くなってきたよ。最初緑やったけん、緑多めやったから、あの葉っぱのさ細胞さんに見えて、理科の実験、理科の教科書かとかでよく見るやつ。宝石は確かに可愛い。なんかさ前さあれよ、なんかこういうさやつを水に沈めとったらさ、こうやってでかくなって丸いなんかのができるみたいなやつ、よく三宝石とかに売ってたんですけど、なんか あるじゃん、あれなんていう名前なんだろう。お風呂とかにさ入れとったらさ、ブヨブヨなさ、地上でなんか生まれそう、怖いわ。怖いわ、急にこれから何か生まれとったら恐怖よ。あれに見える、ほんとなんか本当になんだっけあれ、めっちゃ昔お姉ちゃんとハマっとったんよね。水につけると膨らむビーズみたいな。これ全部やるのかな、本当にもうなんか絵のやつよりも100倍多いんだけど、100倍は嘘言った、3倍ぐらい多いんだけど。3倍くらいさ絵よりあるんだけど、この粒が。ねえ、めっちゃ入る。量が少なくなってきたらこれ取った時に音が鳴る。どんどん増えていく。何個だろう、もう素晴らしい量だってさ、もったいなくない、全部さ食べれるようなやつなのに。日本はそうだいぶ、でももうだいぶいい感じくない、もう空気になって、 OK できました。これに渋滞、なんか配信で見たらさなんか濁って見えるけど、実際見たらそんなことはないです。なんかで、これをなんか普通に食べてみて、で残しといて、また水足してなんかシュワシュワなるやつを入れて飲むみたいなやつらしいです。そう、まずは食べてみてみたいな感じらしい。いただきます。味とかわかるのかな、青やったらさなんかブドウの味とかするのかな。いただきます。ブドウかな、少量だから分かってない。うん、でもパイナップルを感じた今。美味しいよ、なんかプチプチ弾ける感じ。
味ある気がするけど、その色に、色というか、もうさ色がさいっぱいになってるからあんま取れないけど、グミ、うん、もっと柔らかい、プチってなった後は柔らかい、アイスボックス、絵で良さそう。でもめっちゃでっかいのあるよね、イクラみたいだけど、イクラよりはもっと柔らかいプチッと感。甘そう、甘い。一口ちょうだい、一粒一粒で味わからんよね絶対ちいちゃいから。でその後はね、その後はなんかここの線、あ、ここの線まで水を入れるって書いてるからもう過ぎとるんよね、もうとっくに、とっくに過ぎちゃってるんですけど、どうしたらいいんだろうね、このゼリーが多すぎたね。うん、なんとなくで入れてみよう。はい、水を足します。あ、上の線まで水があるときは足さなくていいってって書いてる。危ない危ない、その場合は入れない。もうももより詳しい、ね、今日の夜、うん、もううどん食べたまた食べとるって思ったやろ今。思ったやろ、デザート。そうでも私この後もなんか食べたいなって思ってるの、ちょっとお腹空いちゃった。かけうどんだよ、いきます。これシュワシュワ、でもうどん好きすぎてね、そうそう、うどん好きすぎてなんか連続でいっぱい食べちゃってる、うどんを。あ、なんかシュワシュワなって、見て上がさ、見て、音聞こえる？聞こえる？おお、うん、サイダーだ。シュワちゃんうまい。ね、本当はこれをコップに入れたいんだけど、コップがないんよ今。すすっていいかなこれ。うん、そう
リだとは書いてないけど、こんな感じだよ。まあなんかあるんかな、コップ。あ、なんかそう、フルーツポンチみたいな味する。いただきます。あー垂れた。ダメだ垂れた。コップを持ってこよう。待ってました。やっぱコップが必要らしい。コップがいるわ。負けちまったよ。持ってこよう。来ててないよね、配信。ただいま。よいしょ。よいしょ。映す時もこぼすでしょ、だから言わんで言わんでただいまです。後ろのクリアファイルはね、イルマくんなんだけどね、貼る場所がなくて困ってるやつ。あの違う、貼るものがなくてこうやって置いてるのにだんだん倒れていくっていうね。飾ってるんですけど、一応こうやってだんだん下がってくんの。ただいま。ちょっと今パッと見たらさ、紙コップしかなくてさ、しかも透明じゃないやつ。今パッと行った時これしかない。入間が推しね、貼りたいからなんかで止めなきゃいけない。なんと見えない。そう、見えなくなってしまいました。これ写すのむずいよね。写すの難しくない？あ、いける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 。このゼリーさんたちが落ちそう。なんかでもさ、茶色やけん。茶色やけん分からんね。ごめんね。ちょっとパッとこれしか近くになかった。そう、透明のグラスがなくて、なんか普通の色があるグラスしかなくて、もうこれでいいや。
そう持ち上げたらそうなんよ、可愛い。味は変わらんからと。グラスがいるなんて思ってなかったよ。大体のねチーク菓子グラスは使わないと思う。これはちょっと一味違った。いただきます。シャシャ吸ってんのかな。なんかめっちゃパイナップル味が強いのはなんでだろう。美味しい。なんかでもサイダーっていうパイナップルのジュースみたいな味する。美味しいよ。でもなんかパイナップルジュースにゼリーが入ってるみたいな味を今感じてる。なんでやろうか。うん、今今あんまりシュワシュワしてないけど、実験の味は味の結果パイナップルジュースになったって。これはねビレバンで買ったんじゃなくて駄菓子屋さんで買いました。スーパーとかにもあるかも。美味しいよ。でも本当に普通にジュースみたいな。気になってきた。いやでもこれ300円以内で買えた気がする。200何円だったかな。真似してみる。でもなんか私が駄菓子屋で買っただけで全然、多分駄菓子屋はねなんかチーク菓子の種類が豊富なんですけど、なんかスーパーはスーパーによる。スーパーによってチーク菓子多めに置いとるところとか、そう買ってみようかなと思って。でもさなんか確かにさそのちっちゃい子がやるイメージがあるけど、なんか気にならんこういうの。なんか楽しそうってパッと見思うやんか。そうだから普通に買っちゃう、買っちゃった。なんか味を楽しみにしてるってよりはもう作るのを楽しみにして。確かに私がこれ買ってきたよって言ってこの日に作りましょうって言ったら一緒に作れるから、また面白そうなのだったら買ってみんなにこれですって言ってその後なんかどっかで作ろうかな。香りラボ、それいいね。ね、なんか楽しいよね。ちょっとまた気になったの見つけときます。作るの我慢できなんかね前はできんかったもんちゃいに聞かれんかな。いや私もねチーク菓子ねあれじゃね全然平気で買ってるから、この年でも、この年っていうか普通に大人というか大きくなっても、しかも違うのができるかも。でもなんか違う自分で形作るやつとかもあるから、我々大きすぎて気がする。でもさ子供に買ってるって、そう子供に買っていくみたいな。とかお兄ちゃんとして妹に買ってありますみたいな、とかほら全然大丈夫ですこれは。私は逆に
なんか妹に買っていくってよりは自分が買ってる感が出ちゃうから結構勇気がいる時もあるんですけどそうそう、行きましょう。私もそう、あーなんかこれ欲しそうやなとか言いながら買ったそう、これ何々ちゃん欲しいんじゃない、欲しいんじゃないかな妹がいたりとか娘がいるアピールをして、全然なんなら別にそんな気にされないと思いますよ。そんなお菓子買っとったってさ、恥ずかしいことじゃないから。そうモーちゃん、モーちゃんに買っていこうかなって、ニオンとかありそうやね。アピールする人怪しい、娘がいるよね。じゃあもうなんか自然にさ、何とも思ってませんみたいな顔して、なんかこうやって、うん、みたいな。キティランドでやったことあるやったことある。なんかもう言葉に出さなくても娘に買ってます感を全然出して、あの妹とかね普通のお菓子に挟んでいくの、確かに。でもそんななくても別に何も思わないよ。いっそ通販それは確かにまあ通販は本当あれも、プレゼントよか、演技したらそうバレそうやね。確かに、それが悪いに、え妹とかそんな、なさにセルフレ、あ本当やん頭いい人がいた、セルフレジえはさ、そうゼリーが下に溜まってる。通販はさあれじゃん、ちょっと2日間ぐらいかかるじゃん。あーメモを見ながらね、頼まれたもの買ってるみたいな、いい時代やん。そうやな、セルフレジ送料の方が、そうね、多分中華菓子1個買うやったら送料かかるからぜ、多分。うん、これは完成。でも私いっぱいね、面白そうだなって思うやつあるの、たまに買ってないけど、それちょっとまた見つけてきますね。セルフレジない？何か。送料無料のとこもあるの。モバメとか配信とかで、これ今度作ろうねって、じゃあ送るね。もうすぐ見つけてくると思うよ。候補たくさん、なんかね、前はあんまり種類なかったけど、最近なんか何食べる、これね、さっき作ったね、お菓子をさっき作ってたんですよ。今日お姉ちゃんやってきた、あやこじとか、そう今日ね、そう
そう、今日推しの子のアニメの踊りをお姉ちゃんに昨日の夜踊ってほしいって言って覚えるって言ってくれて、そう TikTok にお姉ちゃんが載せてくれてた。うん、じゃあもう踊れるよ。うん、覚えるの。音が流せないからできないけど。ここがお気に入り。そう、 TikTok で TikTok さ、あの STU のさ公式のやつ撮れたら撮るね。じゃあ私も。バックレスをあげる。B もすごい、 B もなんかめっちゃ B。 私は覚えたけど撮るとこがないから、そう撮るとこがないから、唯一撮れるのは STU の公式 TikTok の。なんかツイッターでも撮っていいですかって言ったんですけど、そうなんか音が使えないらしいです。最初の振りかと思った。そうね、無音ならいいけど。そう、まあやれるとしたらインスタをやるか TikTok をやるかなんですけど、私は TikTok がやりたいって言ってるので、あの無音はしない、ほんとよ。あのだから今年中に個人の TikTok を開設することが目標なので、モバメ動画まで送れないんよ。楽しみ、頑張ります。私もパイコの一口です。そのスプーン捨てるやろ。これはゴミ箱に捨てます。そう結構ね、個人のさ SNS 始めるの難しいから。そうなんよ、全日程完売。それは結構難しそうだな、全日程。そんな風になりたいけどないつか。しのこめのキラキラお目目で、でもね、あの公式の TikTok も撮ってくださってる方がいて、その方がお仕事の時とかにいたらできるんですけど、会えなかったら撮れないから。そう、そう会えなかったら公式でも、マネージャーさんとかでもできるけど、とかの携帯とかでもできるのかもしれないけど、あのアカウント
って TikTok のアカウントを持ってる方がの携帯で撮らないとさ、多分あのマネージャーさん方の携帯撮るとノーマルで撮ることになってしまうので、そう、もう多分暗くなっちゃう顔とか、だからアカウントの言い方なんか違う、TikTok 許せTikTok もねできたら、でもだんだんやっぱりねいろいろ最近はやりたいこととかも言ったら結構計画を立ててくださったりねしてくださってるので、なんかちょっとやりたいこととかをねいろいろやれる一年にしたいから、どんどんそうやりたいことをね言っていきたいなと思ってるところです大人になってくるです。でもそれもあるし、やっぱり今まで頑張ってきたこの3年半ぐらいのなんて言ったらいいいろいろやってきた時間もあるのかもしれないけど、信頼関係とかもマネージャーさんと積み重ね、そうだね積み重ねなんじゃないかなって思うんですけど、まだまだなのは分かってるけどね、でもちょっとずつ自分の意見とかも出していって、そうやりたいことをやっていけたらそうあかりんさんも言ってくださってたね、やけん私もこういうことやりたいですっていうのを言って、実績があるか分かんないけど、やっぱりなんかね、そうねよさこいもねなんか携われたらいいなって思うんで、踊る側じゃなかったとしてもなんか何かでできたらいいなとは思ってる、いつかね。もうよさこいも完全復活かな多分。トップエールさんでもーちゃんの記事出てたか実現、そう実現をねできるような一年にしたいですね。そう前はさなんかそのやりたいこととかをさあんまり言っていいのかなみたいな、マネージャーさんとかに、けど最近はやっていきたいこととかをいろいろ言った方がいいよって言ってもらえたので、いろいろ言っていこうと思ってる。こんばんは、こんばんは。言霊ね、そうね言っていくの大事よね。そう言ってるよんちゃんと。あさっき見つけた今はちゃんと言ってますよさっき見つけたタワーのお礼モーカロー侍さんさっきコメントしてくれてたから、ホワイトデーのやつですね、イベントの時の。この間もしかしたらいなかったかもしれないので、たまたまね。タワーありがとう、この間もねお話し会
来てくれてありがとう。いつも笑顔で来てくれてありがとう。ずっと好きでいてね。また会おうね。ありがとう。あ、よかった、見てくれてて。かわいいから、お前なんかローの字が間違ってるね、ごめんね。黒黒修正中。ごめんね。修正のあのペンで今。気がつかなかった、ごめんよごめんよ、今直してるよ、ごめんね。隠しそう、上からやったら多分逆に滲んじゃうので。マーカーペンがいるよ。あるかな、今ここに。バッグで全部持ってっちゃったことがあってね。ごめんね。はい、もうからサムライさんありがとう。ありがとう、ごめんよ。あとカンズさんももしいらっしゃったら教えてください。コメントぜひ。今何時だメール送りたいなと思っとって。マーカー、そうめっちゃね
このマッキーさんはめちゃめちゃ減ります。ももぽやったら楽勝でカバン、そうちっちゃいから入るかもね身長が。マイキーさんは身長高いのにもう体の柔らかさがすごいからもうすごいよね。私は硬いからもし身長高かったら入らんと思う。45、じゃあそうそう読まなきゃメールが。こんばんは、こんばんは。メールを送ります。最近ハマって、そうそうだった。いやでも時間がない。ポケモンカードのさ開封動画めっちゃ見てるの。そう、それでちょっとずつポケモンをなんか覚えてる。だいぶちょっとずつでも見るだけなんですけどね。そう、なんじゃもちゃんとかかわいいよね。なんじゃもちゃんレアレア。そうハマってることをみんな教えてくれてた。そう、え、そうポケモンセンターあるよね、総合に行ったことある。またモープに会えますよ。ポケモンのアニメ、え、でも前見とったよ。 DS の方のポケモンをめっちゃしてたんだよね昔。あの草むら走ったらトゥルルルルルルルチュンチュンチュンっていう方。今はさ自ら当たっていくスタイルだと思うんですけど、スイッチの方でも昔はあの草むらとかなんか土のとことか歩いたら急にさ急に当たるやん。うわーみたいな感じで。ゲーム、そう今のすなんかこんなポケモンいそうだよね。こんな耳のなんか安否に聞いたんですけど、発売日にコンビニに行ったら一泊だけ買えるらしいからちょっと今度あの1箱とか私は絶対買えないんですけど、あの1パックっていうか1個のやつを今度ちょっと買いに行ってみたいなと思ってます。YouTuber さんみたいにあんなに1箱2箱3箱とかは無理だけど。なんかコンビニで買うと1パックしか買えないらしい今人気すぎて。めっちゃ人気なんやって、大人買いできないの人気すぎて。そうやけんこの1パックこの5枚入りみたいなやつ多分を買うので本当に難しいから、その1パックを、あと1箱買うのはもう高い。値段が値段が高すぎて買えないよ。やけん1パックを買えたらいいなみたいな。400円ぐらいかな、300何円とかなんかな、分からんけど買ったことなさすぎて。そう今まで持ってる人見たことあるけど、そうこの前発売したやつでも、これは本当安否情報なんですけど、なんか買えたんだって。その発売日に行ったら回収できる。いやしないよ、そう可愛いのが欲しいだけやけん。どれがそんなにレアカードとか知らんけど、あんまり、まあ、見ていくうちにね、なんじゃもちゃんとかは人気なんだなってのは分かったんだけど、そうちょっと変えたらね、そう
一泊しか買えないから一人、その一個のお店でね、うん、可愛いのさ当てれたらいいなっていう、 そう、今度ちょっとゲットできたらまたお知らせします。そう、 2パック買うとしたらコンビニをねはしごしなきゃいけない。では私変えたとしてもすぐ開けちゃいそうではいきます。13位のコウスケさんありがとう。12位のタカキさんありがとう。11位のケスティンさんありがとう。よし、明日は初セルフレジでチーク菓子報告待ってます。10位のてっちゃんありがとう。9位のドラゴンさんありがとう。モープめっちゃ可愛いメロメロでよかった大好きありがとう。8位のアザースさん、あとマークももこごみありがとう。7位のタロイモさんありがとう。6位のふみあとマークうふふさんありがとう。5位のマッピアのおっぴさんありがとう。チーク菓子買って食べたくなった、楽しかった、よかった、ありがとう、ぜひ食べてみてね。ゆいのジェイタンさんありがとう。小股一緒に作ろう、一緒に作ろうね、ちょっとなんかロレつかまらんかった、作る犬もかわいいありがとう。3位のきびだんご非公認さんありがとう。2位のとしさんありがとう。世界一かわいいももかしかいしらまって感じゃ、寝落ち寝起きて写真がドアップになっとる1位のまえちゃんありがとう。てるさんバラありがとう。きびだんごひこにさんピカピカありがとう。ももから侍さんハートありがとう。まぼろしさんハートありがとう。はるさんハートありがとう。ぜーたんさんハートありがとう。みみんさん応援してるありがとう。お推しポケモンいる人は送って送って送って、親ももちょっと急いで送間に合ったらメール送りますね。